皆さんこんにちは。今日は私の完全オリジナルレシピ、シナモンの薄焼きクッキーを作りたいと思います。実はこれね、薄焼きクッキー、シナモンの薄焼きクッキー、市販のものを買って食べてみたらとっても美味しくって、まあかなり甘いクッキーだったんですけど、とっても美味しくって、それと似たようなものを作りたいなと思って、まあ原材料を見て、ちょっと似たような味ができるかなと思って、まあ何回か試作しながら、作ったレシピなんですね。で、本当にね、美味しいものができましたのでご紹介したいと思います。ズボラな人でも本当に簡単にできてしまうやり方を発明しました。まあこういうの私大好きなので、簡単に作る方法を考え出すのが大好きなのでやってみたんですけど、とっても上手にできましたので、ぜひ面倒くさがりの方もやってみていただきたいと思います。しかもスパイスがたくさん入ってるんですね。シナモンがたっぷり入っているだけではなくて、ジンジャーとかクローブバットも入っていて、これはもう全部ね、体にいいスパイスばかりなので、普通のお菓子を食べるよりもずっといいと思います。免疫強化にも最適なお菓子です。卵が入らないレシピです。少ない材料でとっても美味しいクッキーができる魅力的なレシピになったと思っています。それでは早速始めます。材料はまた全部概要欄に書いておきますので、後で参考にしてください。で、あらかじめこのオーブンシートの紙を切っておきます。今回天板2枚分を作るので、天板2枚分のオーブンシートを切っておきます。で、汚すものはこの鍋一つだけ、この鍋で全部材料を混ぜて、そしてここの紙の上に直接伸ばしていくという形でやります。なのでまずこの鍋の中に材料を直接測りながら入れていきます。まずお砂糖 100g、 今回はブラウンシュガーを使います。で、普通のグラニュー糖でもいいです。ちょっとね、このクッキーは甘めなんですけど、甘めにした方が美味しいクッキーだと思います。そして塩を一つまみで、ここにね、お水を入れるんですね。お水は約 30cc、 30g です。なのでまたここで測りながら入れていきます。まあ、大さじ2杯ぐらいです。そして油、これは植物油なんですけど、植物油を 40g 入れます。で、植物油 40g 入れたら、これをね、まずちょっと火にかけて材料を全部溶かすという作業をします。焦げないようにして弱火にして材料が全部溶けるまで火にかけます。お砂糖が完全に溶けるまで火にかけます。お砂糖完全に溶けたらもうすぐに火を消してください。お砂糖のジャリジャリ感がなくなりましたので、あまり沸騰させ続けずにすぐに火を止めます。そしてここにバターを一かけ入れます。まあ、ほんのちょっと香り付けのためなので、小さじ1杯分ぐらいでいいかと思います。バターを一かけ、こんなもん、これを入れて溶かしておきます。で、このままね、ちょっと冷ましておきます。このバター、これこのままこの中に入れておくと自然に溶けると思うので、これを溶かしながら冷ましておきます。はい、それではだいぶ冷めたので、ここに粉類を追加していきます。まだね、ちょっと鍋熱いので、一応この布巾を下に引いて量りの上に乗せました。この液体が触れるぐらいに冷めていれば、もう粉入れちゃって大丈夫かと思います。で、ここに粉を入れるんですけど、薄力粉が 150g、 そしてシナモンですね。シナモンはね、多めの方が美味しいので、シナモンは小さじ3杯ぐらい入れます。まあ、これお好みでいいと思うんですけど、まあ、最初に小さじ2杯ぐらいでやっていたら、もっと追加しても美味しいかなと思ったので、小さじ3杯でやったらちょうどいい感じになりました。なのでシナモン小さじ3杯、そしてこちらは粉末のジンジャーです。粉末のジンジャーがない場合は、まあ、そのすりおろしの生姜をこの液体の中に最初に混ぜておいてもいいかと思います。粉末のジンジャーは私はちょっと控えめにして小さじ1杯にしています。そしてクローブバットはね、私粉末のものを持っていなくて、まあ、ちょっとなかなかイタリアのスーパーで粉末のクローブバットが見つからないので、いつもこれをこうやって、こういう機械で
細かくして入れています。で結構ね、あのクローブバットはかなり香りが強いので、まあその3つの3種類のスパイスの中では一番控えめの方がいいのかなと思っています。まあ小さじ1杯ぐらいかな、粉末のものだったとしたら。で適度に入れて、こんなもんかな。これであとはこれ全部混ぜるだけです。この全部鍋の中で混ぜていきます。ダマがなくなるまで混ぜます。薄力粉がね白く見えるので完全に混ざったかどうかすごく分かりやすいと思います。でこういうあの小麦粉の白い粉が見えなくなったら OK です。そしたらこれ2枚の鉄板で焼くので、これをあらかじめ半分に分けます。そしてこの半分に分けた生地を、まあ、こうやってね大胆にボテッとこのオーブンシートの上に落とします。そしてね、もうここで直接伸ばしてしまうんですね。でラップをまずここに、ここで直接伸ばすので、ここにラップをこのようにかけるんです。でオーブンシートは大体あのオーブンの大きさにほとんど同じなので、まあ、オーブンシートからはみ出ないようにする伸ばせば大丈夫かと思います。これを綿棒を使ってここで直接伸ばしていきます。まあ画期的なやり方なんじゃないかなと思うんですけど、本当に合理的なやり方です。で型を抜くんですけど、ここのこの直接この紙の上 で余った部分はそのままにするんですね。でこれはね、あのベーキングパウダーとか重曹が 入らないレシピなので、まあ、なるべく薄くやって、パリパリになるような食感になるようにするんですけど、あの重曹とかベーキングパウダーが入らないので膨らまないので、こういうこともできるんですね。薄く伸ばします。はい、そしたらこのこれを除いて、で私はねこのような型が、ビスケット用の型があるので使うんですけど、あのない場合はコップなんかでもいいかと思います。コップとかで、ぐるぐる やるような感じでもいいかと思います。でこれを直接この上で型を抜いていきます。こんな感じでいいかな。はい、こんな感じで適当に型を抜いたら、こんな感じでやったら、それを天板の上に乗せて焼くだけ。簡単でしょ。そして180度で約10分焼きます。10分時間が経ちましたので様子を見てみたいと思います。もともとこれ色がついてるクッキーなので色で判断できないんですけど、かなり薄焼けなので、まあ180度で10分焼いたのならまず焼けていると思います。でもカリッとさせたいので、ここでオーブンを消して、でこういうあの木のこういうものをちょっと挟んで熱を少しずつ伸ばすようにします。この状態で冷ましておきます。ちょうど冷めた頃にまた再開したいと思います。はい、焼き上がりはこんな感じです。完全に冷めましたので型から外していきます。このクッキーは完全に冷めてから型から外すようにしてください。なのでオーブンで先ほどのように、
完全に冷ましておきました。入れっぱなしにして完全に冷ましておきましたので、パリパリに乾いています。これもちょっとね、こうくっついてる状態になってると思うんですけど、こういう感じになってると思うんですけど、簡単に外れるので、分けたいと思います。こちらのきちんとした方のものと分けていきたいと思います。おう、米もうどうの、バスタマジャーレナーティモデブラシェルグルボーノペロン、デボクレプレジリフォーク、ナマテロどこどこナーティモオね、これ味見には最適な形パリッパリにできましたはい、こちらがちゃんとした形の薄焼きシナモンクッキー、こちらが切れ端の薄焼きクッキー、今回もとても美味しくできました。はい、それでは味見タイムです。バイバイバイ、フェスト。おいしそう。おいしい。ブラボー。おいしい。シナモンたっぷりでとっても体にいいレシピです。このね、味見用のね、こっちもね、私がいろいろ星型になったりとかしてね、結構ね、気軽に味見できていいです。で、シナモンクッキーといえば、私初期にも出した動画があるんですね。材料は卵と重曹が入ったレシピなんですけど、それもとっても好評だったんですね。それとは今回は違う、もっとパリパリのレシピなんですけど、こちらもとっても気に入りました。重曹で卵入りのレシピもそちらの方も美味しいので、まあ、興味が湧いた方はそちらの方も見てみてください。どちらも美味しいレシピだと思いますでも今回のこのレシピとっても気に入っています。本当に簡単にできますので、ぜひやってみてください。そして免疫強化に最適なレシピだと思います。こういうものを食べて感染症にも強くなっておきましょう。それでは今日もレシピ気に入っていただけたら、高評価ボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ、アラプロシマ、アラプロシマ。